10月28日から始まったプロ野球日本シリーズのオリックス対阪神戦の第2戦中継で19歳のタレント本田望結が出演しました。しかし彼女の出演についてテレビ局関係者の中で批判の声が上がっています。芸能関係者によると本田さんは関西出身でもともと野球にはあまり興味を示していなかったそうです。彼女の野球に対する関心が高まったのは2017年から5年間アシスタントを務めた関西テレビのローカルスポーツ番組こやぶるスポーツのおかげでした。この番組で関西のアスリートを取材する機会があり特にオリックスのキャンプに取材し選手たちから協力を得られたことは彼女の関心を引いたそうです。そして今シーズンのオフには米メジャーリーグへの移籍が濃厚とされる山本由伸投手と出会い彼のファンになったとのことです。そんな経緯からテレビ東京は本田望結にオリックス情報のリポーターとしての出演をオファーしました。当日彼女は試合開始の3時間前に球場に到着しメイクを施してから中継に臨んだそうです。試合の中継では本田さんはオリックス情報のリポーターとしてオリックス選手のエピソードを披露しました。しかしその演出が試合からそれるものであり本田カメラで彼女の姿が頻繁に映し出されることは批判の対象となりました。野球中継の注目度が低下している中で今回の試合は関東地区の野球ファンにとってはあまり興味深いものではなかったようです。そのため本田さんの出演が注目を浴びることは良いことであるとされていますが一部からは過剰な演出が野球中継の純粋な楽しみを損なったのではないかとの意見も出ています。本田望結が出演した第2戦ではオリックスが阪神に対して8対0で快勝しましたがそれでも批判の声は耳にされています。この出演が本田さんにとってどのような影響をもたらすか今後の動向が注目されます。関連ニュース。タレントや女優そしてフィギュアスケート選手として多彩な活動を展開する本田望結がメジャーリーガーである前田健太との8年ぶりの再会で大いに喜びました。10月29日に京セラドームで行われたオリックスと阪神の日本シリーズ第2戦中継でテレビ東京系のリポーターとして登場しそこで前田健太投手との再会が実現しました。本田はこの再会を自身のインスタグラムで共有しファンの注目を浴びました。本田はサインのサプライズありがとうございます前健さん8年ぶりの再会とのメッセージとともに前田健太選手町田千尋選手能見淳選手との記念写真を投稿しました。さらに以前のテレビ番組で前田と共演したことも紹介しました。本田がオリックスのユニフォームを身にまとった姿にはファンから多くの称賛が寄せられました。可愛すぎるリポーターお疲れ様でした素敵な1日でしたねいつ見てても素敵でチャーミングですね本当にスタイルも笑顔も素敵な方ですね8年前はまだ小学生かといった声がファンから届きました。さらにこの試合でオリックスが勝利したことで女神ですねオリックスの女神みゆちゃんにしかできない素敵なリポートでしたとの声も上がり本田望結の魅力が再度証明された瞬間となりました。ファンからの期待が高まり今後の彼女の活動にますます注目が集まることでしょう。視聴者のコメント。芸能人がベンチリポートをすること自体は問題ないと思いますがフィギュアスケーターや女優としてもあまり実績のない本田望結さんがなぜここまで頻繁に起用されるのか理解できません。姉のマリンさんもシニアでの実績はあまりありませんが芸能人らしい姿勢を見せているようです。 NHK の中継ではSMBC の CM キャラクターである吉高由里子が SMBC のユニフォームで始球式に出場しましたが日経系列のテレビ東京は始球式を放送しませんでした。通常逆の状況かもしれませんね。昨日の甲子園の試合ではジュニアタイガースに所属する女の子が始球式を行い素晴らしい演出でしたが民放は放送せずNHK はしっかりと放送しました。民放が演出を過剰と感じられることもあるかもしれません。阪神側にテレビ大阪の人物を起用しているのでオリックス側もテレビ大阪の関係者を招聘すべきでした。実況がテレビ東京の植草アナだったのでオリックス側にテレビ大阪の植草アナを配置することで兄弟対決が実現できたかもしれませんでした。野球中継の注目度が以前より低下している中でというコメントがありますが実際には注目度が低下しているのではなく
視聴の方法が変わったことが影響している可能性が考えられます。以前は自分の好きな野球チームをテレビ中継で追うことが一般的でしたが、今では CS や DAZN などのプラットフォームで自分の好きなチームの試合を視聴できるため、個人戦も含む他の試合をあまり見なくなったということもあるかもしれません。実際、昔はあまり観客の入らなかったロッテ、横浜、ホークスの試合でも観客数が増加しており、女性ファンの割合も増えています。したがって、野球ファン全体の数は増えている可能性が高いです。関西同士の対決である日本シリーズに対して注目が低いのは、単に自分の好きなチームではないため、特に時間を割いてまで観戦しないという意見もあるでしょう。一方で、本田望結が出演したからといって一気に視聴率が上がるとは限りません。彼女のファンの中には観戦する人もいるでしょうが、彼女の出演によって試合を見た人と、彼女がレポーターを務めることでチャンネルを変えた人、どちらが多いかは難しい問いです。日本シリーズのような熱い勝負を盛り上げる際、なぜオリックス側だけに芸能人を起用するのか疑問が生じます。もし芸能人を起用するのであれば、両チームに対して公平に起用するべきだと考えます。日本シリーズはペナントレースとは異なり、真剣勝負の場ですから、偏った取り決めは避けるべきだと思います。スポーツ中継において、タレントの起用は必要ないという意見もあります。代わりにサブチャンネルなどでタレントを活用する方法もあるでしょう。タレントをスポーツ中継に起用するのは、オールスターなどのお祭りの場合には適していますが、日本シリーズのような真剣勝負の場では、ふさわしくないとの意見もあります。また、タレントが始球式などで数分だけ出演することは受け入れられるかもしれませんが、番組全体がタレントの活躍にフォーカスすることは、野球を真剣に見たいファンにとっては余計なことと感じられるかもしれません。本当の野球ファンなら、BSNHK の中継をお勧めします。解説者によっては、試合の合間に雑談が多いこともあるけれど、それも魅力の一つかもしれませんね。地上波の中継も、独自のスタイルを模索していることは理解できますし、シーズン中とは異なり、BS または地上波の選択肢があることは、むしろプラスだと思います。ただ、日本シリーズの中継を誰に向けているのか、テレビ局が理解していないように感じます。日本シリーズを初めて見る人はほとんどいないでしょう。長いシーズンを通じてチームを応援し続ける真のファンが大半です。その中で、不要な情報や余計なタレントリポーターを押し付けるのは、本当に必要なことではあります。プロの解説や実況を静かに楽しみたいと思っているでしょう。初日の MBS のように、無駄な装飾を排除し、純粋な野球中継が提供されることは、野球ファンとこのタレントのファンの双方にとって有益です。真のコンテンツを生み出すことが、最終的には誰にも利益をもたらすことでしょう。